ジャン君、おはよう。12月25日、クリスマスです。なのに、クリスマスの装飾はすべて撤去しています。ここは、お花もなくして、壁の一角に全部クリスマスを持ってきました。昨日ね、イブの日に。そして生放送を3回やって、結構盛り上がりましたが、マオイママが、これが半額で売っていたそうです。羊とヤギ。あ、ピントがもう一つ合わないぞ。軽くする。ちょっと離れる。ジャン君は安価の上でぬくぬくしながら寝ています。この窓が、明日また花で飾られますが、25日のクリスマスの日一杯は、せーの、ビュッ。すんげえ早く動いたけど。そうですね。はい、お花はここです。ジャン君の周りにあったお花は、こんなもんですね。ここを、この程度、飾る程度。ということになります。はい。クリスマスです。電飾は、夜中の間は消してありました。せーの、ヒュッ。サンタさんからジャン君とポンちゃんにプレゼント届いたよ。あ、なんだろう。あそこちょっとじゃここツリーも撮ってくれるあ。じゃあ、かと思ったの。せーの、ヒュッ。よいしょ。ツリーいた。はい。メリークリスマこス。の中に入ってるよ、ジャン君、後ポでン開けちゃん。ようね。ちょっと。後ほど。ポンちゃん。ジャン君、うつむいてん。はい、新首都築城。ジャン君、かっこいいね、ジャン君。
ンちゃん。お美しいですね、ポンちゃん。あら。ポンちゃん、ちゃんくん、はい、ちゃんくん、ちゃんくん、ポンちゃん、はい、ちゃんくんのためにクリスマスの夜、今日です。でも来たのは昨日の夜です。サンタさん、あ、そこ危ない。はい、あ、危ない。ジャンくん、一度寝てくれちゃう。ポンちゃん、はい、長っ、長っ。そうなの、それ長い、長っ、長っ。それね、ポンちゃんは夜中に遊ぶ時用にね、いいかなと思ってサンタさんがくれたんです、はい。これ全長2メートルはあろうかという、こんな、こんなです。これ元か、これね、なんだろう、まるで大きな鳥さんパタパタと飛ぶフライングカシャカシャハンターって書いてあるよ、うん。このカシャカシャはさ、うん、あのお子たちが好きだったよね。そうそう、何メートルとは書いてないけど、めっちゃ長いと思う。どうだろう。そしてジャック、飽きた。もう一個で飽きた。そう。はい。あとはどんどん出すよ。どんどん出すよ。はいはい。ジャックの好きなチュールだよ。はい。チュールとこれ初めて、これはだけは買ってみたな。これは。コロコロ、ママが顔で使うやつね。違うよ、うん、にゃんこ、ちゃんとにゃんこ用なんだよ、ほら。にゃんこ用、じゃあ、じゃんくん、これコロコロしようね。あ、そしてこれほら、美味しそうなトリケジュリー、はい、これは初めて買ってみました。これはポンちゃんの好きなやつ。クリスマスプレゼント、いつもみと一緒だね。まだ入ってるの？ここ一緒だね。はい、そしてこの中に入ったね。うん、入んないよね。入ってくれなかった。はい、入ってくれるかと思ったけど。ジャン君、あれ、ポンちゃんどこ行っちゃったかな。ポンちゃんあっち、せーの、あれ、どこだ、あれ、あれ、そこかと思ったのに、あれ、ポン、うん、あそこにも上だ、上だ。キンちゃんのとこ、もしかしてキンちゃんを使ってくれてるんじゃない？せーの、はい、ポンちゃん、ナマケモノキンちゃんの背中に顎を乗せて寝ていたようですね。やったね。はい、じゃあちょっとこのパタパタを、じゃあちょっとこれを取る、ちゃんと、あ、見てる、大丈夫ね、よかった。ポンちゃん、出動。シリしてて、あ、ポンちゃん、反応してくれたの、ポンちゃん。はい。はい。ちょっと豪華すぎて、うちにはでかいね。そうだね。でもね、ポンちゃんはね、あの上に乗ったりするときにね、ビヨーンってやるのにいいかなって。どうぞ、ポンちゃん。
結構見てる。かわいい、ポイント。まだ寝起きだね、君。明日から面白いことがいっぱいあるよ、ジャン君。このマッサージ機が好きじゃないかなと思って、うん、コロコロしたらいいんじゃない、ポンちゃんくん。これですね、うん、嫌がらないように無理強いはしませんが、これをここに置いておきます。よかったね、クリスマス、うん、そして、クリスマスの日にお花も買ったのをちょっと返してくれる、うん、今日はですね、こういう造花です、窓辺を飾るための造花をまたちょっと買い足しました。少し派手めなものも今回は決まっています。これはいつも通りの我が家風のちょっとシックなやつですね。そして、近所が見えないように目隠し用のものですね。これはこうぐるぐると巻いてあるので、これ伸ばして使います。さあ明日朝これを設置いたします。あ、これはこれはクリスマスじゃなくてもはい、お正月も門松も用意されました。さあもうどんどん年末が進んでですね2019年になろうかということです。はい、ポンちゃんとジャン君はメリークリスマス、そしてAnd a happy new year!